会場にはたくさんの蜜剣が集まってますのよね。そうだね。さっき覗いてみたけど、みんな今か今かと待ってるんだよ。今さら緊張しても仕方ないし、きっとうまくいくんだよ。緊張なんてしてませんわ。意地っ張りは相変わらずなんだよ。さ、待たせすぎてたら悪いし、いざ出陣なんだよ。いよいよ始まったな。どのような催しになるか楽しみですね。主様、皆さん、ついにこの時が来ましたわ。主様の明治館着任3周年記念祝賀会。今回は明治館の蜜剣が各班に分かれて行う出し物大会なんだよ。日頃の感謝の思いを込めて主を楽しませたら勝ちの。いざ咲き誇れ蜜剣太鼓大出し物大会、開幕ですわ。司会は私、天下五剣が一振り、大伝太光代と乱れ光兼でお送りするんだよ。司会、頑張ってくださいね。応援してますよ。ありがとうございます。ではまず審査員のご紹介をいたしますわ。本日の主賓であり審査委員長の主様。よっ、日の本一。さすが親方っす。続いて審査員兼解説委員に石切さん。このような大役を任せられて恐縮しています。しかし任されたからには誠心誠意務めさせていただきます。石切、緊張しすぎんなよ。お前なら大丈夫だ。なびきり。そして審査員ではありませんけど、今回の出し物大会を盛り上げるために尽力してくれた方を紹介させてもらいますわ。誰のことだろう。参加する蜜剣は全員知ってるはずだが。飛び入り参加ということか。誰か気になるよね。それはこちらの方なんだよ。じゃじゃーん、津田からくりの神助弘やで、よろしくやねん。おお、貴殿は少し前から明治館にいるからくりの。そう、弥生さんに作ってもらったからくりやねん。気軽に津田くりって呼んでほしいやで。へえ、津田くりっていうのか。見るからに硬そうで強そうな体つきだな。そんなに褒められると照れるやねん。え、からくりでも照れたりするんですか。その通りですやで。これは新たな発見。石切ブックに書いとかなきゃ。この次の段取りは大会の決まりを説明するなんだよ。そうでしたわね。
それでは大会の決まりを説明しますわ。各組で出し物を披露して一番素晴らしい組が優勝。そして公平を期すために順番はくじで決めます。くじは主に引いてもらうんだよ。さあ主、早速引いてほしいんだよ。出ました、栄えある一番手は。唇を切るのは我らか。一組目で優勝が決まってしまうのは少々物足りぬが、これも主のため。お主を愛欲にまみれさせてみせようぞ。では早速披露させてもらおうか。ちょっと待ってほしいやで。お？なんだ？実は今回津田栗さんに特別な演出をお願いしたんですわ。出し物をより魅力的に見せる趣向です。百聞は一見にしかずやねん。会場の窓掛けを閉めさせてもらうやで。その後は屋根、うち各組の準備を記録したやで。その記録を流すという演出屋根。そういえば最近よく見かけましたけど、普段から掃除とかしてくれているのであまり気にしていませんでしたね。私も津田栗さんがこんな機能を持っているなんて少し前まで知らなかったのですけど、三金さんとも相談して皆さんが準備から頑張っている姿を主様に届けられるのは素敵なことだとなりまして、皆さんが思案顔に、もしかして失敗だったのでしょうか。オーデンタさん、そんなに心配そうにしないでください。すごく頑張って準備しましたし、とても嬉しい思考だと思いますよ。俺も面白いと思うぜ。てか津田栗ってすごいことできるんだな。では準備の様子を流すのは我は異論なしだ。何より準備の経過まで見せられるのならより熱意が伝わろうというもの。その通りだな。よかった。では早速記録映像を流すやで。これは数日前、記録映像は出し物について悩むアイゼンさんから始まるやで。誰が仲間に加わるのか、話がちゃんとまとまるのか、皆さんお楽しみにやねん。さてどうしたものか。あら、アイゼンさん、そんなに難しい顔でどうしたんですか。あやつを思うならばこそ愛欲にまみれさせてやりたいが、それで七日にいらぬ振動を与えてもな。さてどうしたものか。アイゼンさん、とはいえ取り仕切りのオーデンタに恥をかかせるわけにもいかぬし、ふむ、なかなか難しい。あら、ん、
柔らかいものが顔に。アイセンさん、ちゃんと前を見て歩かないと危ないですわよ。ムツノカミヨシユキの胸であったか。ぶつかってすまぬ。考え事をしていたものでな。しかし、お主、大きさといい、柔らかさといい、なかなかなものを持っておるの。ありがとうございます。それで随分と悩んでいらしたようですけれど。うむ、実はの。なるほど、主に披露する出し物を何にするかですか。そうなのだ。いざ考え始めるとこれといったものが思いつかなくての。また失敗するわけにもいかぬし。また？あ、いや、そこは我個人の問題でな。して、ムツノカミヨシユキ、確かお主は明治館に来て久しかったな。以前の催しではどのようなことをやっておったのだ？以前ですか。私もこれまでのものは任務で参加できませんでしたし、今回が初めてなんですよね。そうですね。以前コキンさんが和歌を送ったと言ってましたね。同じ趣向ではありますが、主に和歌を送るのはどうでしょうか。昔の和歌には熱烈なものも多いですからね。熱烈なものか。なるほど、良い案だな。だが、古今電池のたちがやるのではないか。それが、古今さんは任務のため今回は参加できないらしくて。そうなのか。祝いたいだろうに、さぞ口惜しかろうな。ならば、我らがその思いを汲み、あやつに和歌を送ろうではないか。まあ、私もご一緒してよろしいのですか。うむ、お主の色かならば申し分ないからな。あやつへの愛の歌を歌い、愛欲にまみれさせてやるのだ。あるしを愛欲に、それはやりがいがありますわ。だろうだろう。ムツノカミヨシユキ、お主はなかなか話せるの。では、より万全を期すため人を増やすとしよう。愛の話ならばもう一人適任がおるのだ。いきなり祈願して愛の歌を読めとは随分とやぶからぼうでござんすね。そこは詫びよう。だがな、お主ならばあやつを惑わす歌を読むなど造作もなかろう。ぜひとも頼みたいのだ。ダメでしょうか。主様を惑わすというのは気が乗りんせんが、祝いの場の余興であれば。ようござんす。わっちも一肌脱がせてもらいんす。そうかこのメンツであれば怒られずにあやつの愛欲を借りかけまみれさせてやれるぞ。そろそろだな。楽しみだの。主に私たちを存分に感じていただきましょう。歌に込め愛を告げるは古からの風習。わっちにかかれば造作もありせん。先人はわっちが切らせてもらいんす。
賛成ありがたくいただきなんす。でもここからは静粛にでござんす。男女の機微を歌うとき騒がしくては今日がそがれるというもの。わー場を静かにさせるだけでこの色か。これは期待できそうだな。主様、多くは語りんせん。わっちの歌聞き届けなんし。では月浮かぶ静けき海に同じ蜜剣なのにこの色かはなんだ。それがしとは色気がそもそもの何かが違う。なんだか私までドキドキしちゃったんだよおべっかはやめなんし。いやいや、さすが星月夜さんなんだよ。やっぱり経験豊富なのかな。え、そのあるような、むしろないような。うん、どういうこと。それはそう、その問いに答えるのも無粋というもの。想像に任せんす。わー、続いては我だ。愛染明王の加護受けし我の歌で愛欲にまみれにまみれるがよい。ちょっと待てアイゼン、この前の騒動もあるし、これは祝いの場だ。あまり過激なことは。あ、安心せよ。おかしなことはせぬ。あくまで歌を読むだけであって。あれ、なんだこやつを前にしたら頭の中で考えておった歌が何か。これはどうしたことだ。あれだけちゃんと考えたのに言葉が出てこぬ。アイゼン、どう左遷した。お顔を真っ赤にしてお返事もままならないみたいですわね。アイゼンさんってもしかしてとってもウブ。そんなことはないはずなんじゃが。うつむかないでください、アイゼンさん。たとえこの場で和歌を読めなくても、あなたの思いはちゃんと主に伝わりましたわ。でしょ、あるし。うむ、その二人ともすまぬ。我が和歌をやろうと言い出したのに。アイゼンさん、安心してください。私があなたの気持ちも汲んで鳥を務めさせていただきますから。あなた、そうですよ、あなた、今の私にはアイゼンさんの気持ちも合わさってるんです。二人の、いえ星月さんも合わせて三人の気持ちを伝えるのならあなたと呼ぶ以外ないでしょう。わっちも。さあ、あなた、私と溶け合いましょう。そう、これから歌を通して溶け合うんですわ。だって聞き逃してほしくありませんから。では
もっともっと感じてください。だってせっかく作ったんですから。ダメですか？うぶなあなたがたまりません。まだ歌を読む前なのに頬がほてってますよ。体は正直ですわ。暑そうなくらい赤くなってますわよ。ぜひ触ってあなたの熱を感じさせて。あら、今の笛の音は。あたしが吹いたんだよ。反則行為があったら吹きます。反則？未然に防げてよかったけど、主におさわりしようとするのは反則なんだよ。あら、そうでしたの。残念、そういったことも込みで歌を作りましたのに。では主、続きは別の機会にね。何かすごいものを見た気がしましたわ。何か問題があった時に大声を上げるよりみんなの耳に届くかなって用意したんだよ。こういう使い方も便利でしょ。と、それよりも審査員の2人からは好評をいただきたいんだよ。まずは審査員兼解説員の石切さん、お願いします。はい、僭越ながら好評を述べさせてもらいますね。3人の良さ、思いが出た内容だったと思います。最後は和歌じゃなかったことも含めて、主殿は果報者ですね。石切さん、主ともに好感触みたいなんだよ。皆さん、アイゼンさんたちに大きな拍手を。さあ、続くのはどの組か。ドキドキの出番決めのお時間なんだよ。出ました、2番手は。アテラの出番か。仲間内で争うのは嫌いだがこういう趣旨なら楽しいものだな。とも用意周到にとは聞くけど、まさかここまで考え抜いていたとは。高性能からくりでも予測不能だったやねん。今から数日前のサイレンさん、果たして誰と話を進めていくのかお楽しみにやで。大金光、まだ集合時間まで余裕があるのにもう来てくれていたのか。サイレン殿はこの組の長、下につくそれがしがお待たせするわけにはいきません。変に持ち上げないでくれ。取りまとめ役をさせてもらっているだけだ。いえいえ、このような大役を任せられたのもサイレン殿の人徳ゆえですから。そう言ってくれるのは嬉しいが、あては大金光が加わってくれることになってとても感謝しているんだ。お、それがしにですか？普段の仕事ぶりを見せてもらったことがあるが、本当に頼りになる御剣だと感じた。それに聞くところによると、マガツキの大軍と戦うため野戦用の城を築き撃退したとか。いえ、それがし一人の力では。そうか、まさに私を捨てて君にし向かわねば恨みも起こり出会もあり、
だな。私心を捨てて望まねば不平不満や恨みが生まれてしまう。自らの手柄に溺れぬその気ぐらい、改めて大金光のことを頼もしく思う。それがしが頼もしい？誠ですか？おかしなことを聞くな。嘘をつく理由などないだろ。これは、これは、この大金光、粉骨最新の覚悟で出し物に臨ませていただきます。え、ああ、よろしく。あれ、いきなりやる気が想定外の上がり方を。はい、お待たせ。一応時間には間に合ったよね。モーリカ、時間ぴったりだ。よく来てくれた。では全員揃ったところで打ち合わせを始めよう。どんな出し物がいいか遠慮なく意見を出してくれ。武骨者ゆえ余興の出し物となると、先ほどの弦をたがえぬため、ここは期待に沿わねばならぬのに。だがだが、そんなに焦らなくても大丈夫だぞ。明治館のみんなは仲間であり家族だからな。隊長のお祝いともなれば悩むのは当然だ。かくいうあてもこれぞというのはなかなか浮かばないしな。後期到来かも。モーリー、後期とはどういう意味だ？実は僕に妙案があって、みんなで大歌を歌うのはどうかな。消化か、悪くないな。だが3人で歌うのは馬的に寂しくないか？来た。それも織り込み済みってやつでね、ちゃんと解決策も考えてるんだ。それはね、毛利殿が懇意にされている尋常小学校のご児童にも参加いただく？うん、みんな主さんのことも知ってるし。うん、その案だったらあての日曜学校に来てくれる子たちにも声をかけられるが。素晴らしき案と思いますが、児童を招くというのは、その…大金光の懸念はもっともだな。催しは茶房ではなく館内でやるはずだ。館内はお花見衆の機密などもあるし、子供たちを入れるのは無理だと思うが。モーリー、ここまでの様子だとその点についての考えもあるのか？それ正解、もちの論だよ。そこも当然織り込み済みです。つだくりさん、ちょっとこっちに来てくれる？何かご用ですか？やで